はい、皆さんお疲れ様です。今日は2021年11月の4日木曜日です。本当に忙しくてですね、動画もあと5本ぐらい撮んなきゃいけないんですけど、全然撮れてません。楽しみに待っている方申し訳ありません。ただですね、いいお知らせと、あまり良くないお知らせがあります。良くないお知らせ一つあります。まず良くないお知らせからちょっとねお知らせしたいと思います。今私はですね、ここに来ております。病院です。国立病院来ております。なぜ病院にいるかと言いますとですね、ご存知の方はね、いるかとは思うんですけども、もともと体調が良くなくてですね、7月の時点で、8月9月はちょっとね大事を取ってお休みしますと、治療に専念しますということだったんですが、実際8月9月1日も休めておりません。やっぱりですね、初めての衆院選ということで、僕が抜けてしまうとどうしてもね、回らないということで、とにかくドクターストップを振り切ってでも、とりあえず衆院選成功させなきゃということで、突っ走りました。その結果ですね、その付けというかね、結論から言うと、もう体限界もとっくに超えていてですね、もう死ぬ寸前まで来てます。いつ死んでもおかしくないぐらいの状態に来てますということで、もう入院しろということで、今日からですね、入院することになりました。で、病室がなんかもうスマホ携帯禁止っていうことなので、しばらく音信不通になります。僕にねちょっと用事がある方、繋がらないと思うんですが、本当に申し訳ありません。緊急のね連絡、相談がある方はですね、僕の、代行代理をやっている副投手畠山さんがいるので、そちらの方に連絡していただきたいなと思います。本当にね申し訳ないです。もう休みという休みっていうのはもう多分初めてになるとは思うんですが、死ぬ寸前ということでね、仕方がないかなと。衆院選はね、なんとか成功したので、しょうがないかなって、不本意ではありますが、ちょっとしばらく入院するということで、お伝えさせていただきます。それからですね、衆院選終わってですね、もう活動資金の問題があります。翼の父さんもね、相当きついということで、寄付や貸し付けを募ってましたけど、うちも全く同じでですね、もう活動資金が全くありません。はい、見てください。見えるかな。残り8000円です。衆院選でもう100万近く使いました。お金はね使わなくていいっていうことだったんですけど、やっぱりそのもう何千万何億円分ぐらいの費用対効果のある周知ができるということで、もうなるべくね、しかも初めての衆院選ということで、かなり張り切りすぎちゃいました。張り切りすぎちゃったというか、もうそれを覚悟でね、もう全てをもう投じるつもりで、全てをかけるつもりで、やった結果ですね、活動資金がなくなってしまったということで、その100万のうち7万円はね、寄付してくれた方がいたんですけども、残り90万円は僕の全部自腹です。はい、僕はもうだからずっと報酬はもらってません。ずっと一切もらってません。もう全てその活動に全てつぎ込んでいます。なので、もう今お金が資金がね活動資金がない状態なので、もっとね子どもたちのために活動してほしいという方はですね、この問題を解決してほしいという方はですね、どうか寄付の方、活動資金の方支援していただきたいなと思います。よろしくお願いします。あとはですね、なぜねそんな身銭まで切ってね、身を削って、までねこんな活動をやるのかと、思われる方結構いるかと思います。当事者からしてみるとですね、
僕のまあ全て、まあ、命、お金、財産、全てがね、なくなったとしても、それと引き換えにこの問題が解決できるとするなら、安いもんなんですよ。僕の命と引き換えにこの問題が解決するんであれば、本当に安いもの、それは。うん。なんでかっていうと、この問題ってもう、犠牲者子供ですよね。子供の人生、未来、命に関わる問題ですよね。ただ、ここもな、30年ぐらい、もう何十年と、解決できてないんですよ。やっぱり解決しようと取り組んできた先人たちっていうのは、めちゃくちゃいるんですけど、まあ現実何にも解決できてない。現実犠牲になってる子供が増え続けてる。っていうのは現実です。ところが、まあその歴史上初めてね、解決の道筋を、まあ、見出してね、明確にして、まあなんとかね、なんていうかな、まあその目的、ゴールに向かって、今ね、ちょうど進んでいるところですよね。うん。で、結局それができるのが、僕しかいなかったんですよね。だからもう僕が、もう僕しかいないから、もう自分しかいないからもう自分がもうやるしかないっていうだけでね。まあ、他に誰かがやってくれる人がいるんだったら、やっては欲しかったんですけど、まあ、いないわけで。例えて言うんだったら、まあ、富士山の頂上がゴールだとしましょう。多くの、ほとんどの当事者は、富士山のまあ、裾野ですよね。樹海でさまよってるんですよ、もう。何十年間と同じことの繰り返しをしてね、まあ、さまよっていて、頂上の目的地までたどり着けてないんですよ、もうここ何十年とね。その中で、僕はもうとりあえず5合目まで行くことができました。そして、頂上までの道筋も見つけました。ただ、そこまで行ける人間っていうのが僕しかいなかったんですよ。だから、なんとか5合目まで僕が持って行って、とりあえず行けるところまで行こうと。で、途中でね、6合目、7合目で僕が死んだとしても、もう7合目ぐらいまで行けば頂上見えるんですよ。で、道筋も見える。登山道見えるんで、そこをまあひたすら登り続ければ頂上には行ける。で、僕がいなくても頂上まで行けるんですよ。だからなんとか7合目ぐらいまで、ね、行けるところまで持って行きたかったんですよ。で、なんとか持ってこれました、この衆院選が終わって。なので、まあ、僕の役割っていうのは、まあ、なんとか果たせたかなと思ってます。そうですね。だから、まあ、衆院選もそうですけど、諸派党構想のおかげでですね、今月中に、厚労省と、意見交換会を行うことがほぼ決定しております。その中でね、まあ、この問題の解決の、まあ、手段っていうところを詰めていきたいなと思っております。まあ、そういった感じでね、衆院選だけじゃなく、他のところでもね、ちゃんと問題解決に向けてやってます。それから、まあ、年間何百人というね、相談来てます。で、しっかり相談に乗ってね、子供を救うためのアドバイス、レクチャーしてます。そして実際、その相談や僕の動画を見て、救われている親御さん、子供たちがたくさんいるっていうのも事実です。まあ、最終的にはやっぱり、こういったことがもう起こらないようにね、未然に防ぐための、まあ、法律を整備する、それから認識を高めるっていうところが、まあ、目的にはなるんですが、まあ、なんとかね、まあ、歴史上初めてね、7合目ぐらいまではね、持ってこれたかなと思ってます。まだね、10階でさまよっていてね、僕が7合目まで来ていることに気づいてない当事者さんもたくさんいるかと思うんですが、ぜひね、気づいていただいてね、もう頂上まで早く行ってもらいたいなと思ってます。まあ、そんなことは言ってもね、お前が最後まで頂上まで連れてってやれやって思う方は、ぜひ募金の方ね、よろしく
お願いしたいなと思います。こちらです。見えるかな。こちらにですね、募金をしてもら寄付をしてもらいたいんですけども、名前と住所と電話番号が必要になりますので、副投手の方までね、その旨ちょっと連絡していただきたいなと思います。ちょっと手間がかかっちゃうんですが、はい。まあ、そんなところでですね、入院っていうことなんですけど、もう20年ぶりです。病院に入院するっていうのは。20年前、ちょっとスキーのね、大事故がありまして、僕背骨13箇所ひび入って1ヶ月ぐらい入院したことがあるんですが、それ以来の20年ぶりの入院ということになります。まあ嬉しくはないですね。もっとなんか海が綺麗なリゾート地に泊まりたいですよ。はい。ぜひね、そういう、なんていうかな、いいところがありましたらね、教えていただきたいなと思います。まあ、元気になったらですね、ちょっとまあ息抜きもしつつ、まあ、活動資金が集まればね、また活動していきたいなと思います。一応参院選はね、出る予定で、進めておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでもうすぐちょっと時間なのでそろそろ行ってきます。はい、ということで相模原国立相模原病院へ行ってらっしゃい。